はい、イデクスです。さあ、今回ね、何をしていくかと申しますと、先日ね、イベントで購入をね、したアロエをね、紹介させていただいたんですけど、もうね、値張りがね、相当すごくて、もうすごくパンパンなんでね、もうちょっとね、これからまたまだ梅雨の時期もまだ続くので、ちょっとね、植え替えをね、今日していきたいと思ってます。で、今回そのね、アロエを植え替えをするにあたって、まあね、僕が普段、まあ、気をつけていることというか、まあね、まあ、いろいろとね、ポイントがあります。まあ、どんな鉢を使うかとか、まあ、そうやって植え替えをした時にね、何をチェックしているのかとか、まあ、そういったところをね、今日皆さんにね、見ていただきたいなと思ってます。まあ、なので、これからね、アロエをね、育てたい方とか、アロエの植え替えをね、してみたい方っていうのに何か参考になれば嬉しいと思っております。はい、それでは今日もスタートです。はい、で、まず、まあ、アロエに関しては、まあね、以前結構ね、このチャンネルでも、アロエのね、いろんなところのお話をさせていただく中で、まあ、アロエの、ね、鉢は結構深鉢を使ってほしいみたいなことをね、言ってます。で、これあくまで僕の見解なんですけど、結構ね、アロエの根っこってもうかなり長いんですよ。ある程度僕は最初からもうね、深鉢にしてね、根がしっかり下にね、重心を感じて根がしっかり下にね、入るようなもので、あえて深鉢を使ってます。で、最近ね、僕がよく使っているものに関しては、このね、やっぱり有名なこのプレステラ90ですよね。結構ね、このプレステラ90とかも結構本当にまだ、この苗のね、ちっちゃい苗の状態からもこれを使ったりもしています。とか、まあね、こちらのプレステラ90の深鉢の方ですよね。こちら、90の深鉢。と、さらにまた大きくなると、こちらのね、プレステラの105の深って書いてあるね、深鉢の方です。結構、もうある程度これからね、大きく育てたいなっていう時とかは、僕はこのもうね、105の深鉢をもう使ってます。で、ある程度ね、ちょっと根腐れが心配だなとか、っていう方は、ちょっとね、いつもよりも多めに軽石を入れていただくとか、まあ、そういった感じで使っています。この深鉢っていうのはね、本当に結構おすすめなので、皆さんね、ぜひアロエの、まあね、こうやって植え替えのなんかチャンスがあったら、ぜひこの深鉢を使ってみてください。で、今回、このね、もともとイベントで買った時の、この鉢って何だろうなって見た時に、このね、90の深鉢を使ってました。まあ、じゃあ、本来、結構ね、この105の深鉢がね、一回り大きいから、まあ、こっちにしようかなっていうのもあったんですけど、ちょっと今回ね、いろいろとこの鉢を買いに行った時に、今回このね、セラアート長鉢の、まあ、五寸って書いてあるものですね。五寸。まあ、なんで、この鉢、さっきのね、この105の深鉢に比べると、もうね、大きさも明らかに違うんですよ。で、ただなんで今回これにしたかっていうと、もうね、元々がもうね、これだけね、葉っぱの長さももうすごく直径が30センチ以上になっていて、結構大きいんですよね。でもすでにね、葉っぱもね、すごくしっかりしているので、結構成長スピードというか、いろいろとね、大きくこれからも育てていきたいので、ちょっとゆとりを持って植え替えをしてあげたいなと思って、今回このセラアートを使ってみます。でもやはりこうやってね、皆さん見た感じで結構やっぱ深鉢ですよね。まあ、今回ちょっとこれに植え替えをしていきたいと思います。じゃあね、ちょっとね、今もともと植えてあるこのアロエを取っていきたいと思います。はい、じゃあね、早速ね、植えてあったこのアロエをまずね、出していきたいと思います。で、かなりね、根張りが強いんで、やはりね、そういう時って、まあ、まず、特にね、まずはこうやって、まあね、もともとの鉢をちょっとこう、グッグッグッと手で押さえたりとか、もう皆様ね、よくご存知だと思うんですけど、ただね、これでも、ね、なかなか取れない場合は、ちょっとね、こういう尖ったものとかを使って、こうやってね、真ん中に、中心に当てて、少しずつね、土を、ね、ほどいていきます。このチャンネルでも言ってるんですけど、結構下葉を残すのも結構かっこよかったりするので、まあ、この時に下葉はね、少しちゃんと丁寧に残しつつ植え替えをする方もいれば、もうこの時点で、もうね、枯れ葉っていうところをもうカットしちゃう方もいるかと思うんですけど、まあ、僕は今回ね、ちょっと見た目を良くしたいので、ちょっとね、下葉の枯れたところはね、カットしたいなと思っています。と、やはりね、枯れ葉があるとどうしても、やはりそういう隙間からね、こう、貝殻虫とか虫がね、発生したりとか、あまりね、こう、蒸れちゃうので、そういった面でも少しね、この枯れ葉の部分をカット、今回はしようと思っています。気をつけてるのが、まあね、あんま根っこをね、やっぱりね、ダメージを受け
たくないので、ちょっとね、こう探りながらでも、あまりね、こう根っことか、特に太い根っことかは、こうね、あんまり刺激を与えないように、ね、刺したりは気をつけてはいけない。まあ、こういった感じで少しずつですけど、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ。おぉ、今ね、大爆発が起こりましたね。室内なんですけど、大爆発です。まあ、一応ね、まあ、この部屋は、ね、植物部屋としてあるので大丈夫です、ね。まあ、今こういった感じでね、取れました。こういった感じでもうやっぱりすごいですね。もう周りのところも根がしっかりと生えています。ほどくときとかは僕は結構もう真ん中の中心のところからゆっくりとほどいてあげるって感じです。で、こうね、根っこを見るときにね、やはりね、昔のね、古い根っこから、今最近できた根っこからとかってね、判断をするのに、僕はね、結構、まあ、黄色色とか、まあ、ちょっと白っぽい色っていうのは、まあ、最近のできた根っこなので、まあ、そういうのは少し残しつつ、ちょっとね、もう枯れかけているというか、もうね、根っこがやっぱり死んでいるというかね、まああんまり機能していない根っこもあると思うんで、そういうのは取り除いています。まあなので中心のでかい根っこと、それと新しいちょっと白っぽい黄色っぽい根っこだけ残すっていう感じですね。で、本当に今皆さん、こういった感じで今ね、今画面上にアラレが隠れちゃいましたが、アラレの根っこって本当にね、まっすぐ伸ばすとこんなにがないんですよ。めっちゃもう直径45、60、何センチぐらいですかね。もう本当にかなりでかいですね。こんだけ長いんですよ、アラの根っこって。まあ、なので、深鉢にする理由っていうのはね、皆さんよくわかると思うんですけど、まあ、さっき言った、結構もう古そうな根っことか、ちょっとこういった長いやつとかは、もう長さを均一にするためにカットしちゃいます。この直径だいたい30センチぐらいのアロエで、もうね、下、これだけのね、根っこがもう出てるんですよね。で、相当のね、根張りがすごく強かったっていうのがわかります。まあ、最終的にね、この鉢、まあ、セラーアートに植えていくわけなんですが、まあ、こういった感じですよね。はい。まあ、イメージ的にはこういったイメージになる感じですね。はい。では次ね、土を入れていきます。はい。じゃあまずね、土を入れる前に、軽石をね、入れていきます。もうちょっとね、ダイナミックですが、もう鉢が大きいので、袋に直接入れていきます。わかりますかね。もうめちゃめちゃさっきの大爆発で服がねめちゃくちゃ汚れてしまいました。まず僕はいつもですね、軽石をまず入れて、でね、根っこがね少し軽石に当たるぐらいのところに置きます。まあ、なのでなんかね下の根っこの部分がまあね土っていうよりかは僕は結構ね、空気が下からもしっかりと回るように軽石がこう根っこと下の一番下のね根っこの部分と軽石の部分が、こうね、ちゃんとなんか、まあ、触るというか、空気がしっかりとね、根っこの部分に浮くようなところに、置くようにセットします。はい、じゃあね、土を入れていくんですけど、今回土はもうね、僕のね、自分の、まあ、オリジナルというか、自分でね、混ぜてるものなんですけど、まあね、中粒の土と、まあ、小粒の土とか、いろいろと混ぜてます。で、使ってる土は赤玉とか、日向土とか、またそういった培養土ですね、と混ざってるもの。と、まあ、オルトランとか、まあ、そういった、まあね、害虫予防のためのものをちょっと入れたりとか、そういったものをね、使ってます。で、最終的にそれを混ぜてます。で、前にもね、言いましたが、まあ、結構ね、土って、こうね、僕は入れるときに空気がね、しっかりと中に入るように、少しこうやって混ぜて、空気のね、土の中、こういうつぶつぶのちっちゃいつぶつぶにしっかりと空気が、中に入っているのをちゃんと確認、ね、入れてあげてから、こうやってね、中に入れてあげます。でね、やはりね、よく言われているような、こうやってウォータースペースみたいなのもちゃんと維持してあげながら、で僕はね、結構最近は、まあね、土もね、すごくね、まあいっぱい入れてあげるっていうよりかは、気持ちちょっとね、少なめにね、入れてあげるようにしています。まあっていうのも、やっぱり、こういうね、鉢栽培をしているのって、やはり一番はお水をあげた時に、こうね、こう、乾くスピードだと思うんですよね。乾いていくスピードと、あとは根っことか、その植物が水を吸収するスピード、
ていうのがやっぱりすごく重要だと思っていて、土をいっぱい入れたところでっていうのがね、僕の考え方なので、まあね、まあしっかり安定が鉢と、植物が安定する土の分を入れてあげるとか、まあ最初の土はね、ちょっとまあ安定するぐらいいいのかなっていうようなね、僕のね、考え方です。あくまで僕の見解なんですけど、まあ今ね、ちょっとまあざっくりですが、ちょっとね、空間空けつつ、こういった感じですね、土を入れました。はい。まあなので結構ね、そういう感じで、やはりね、まあ植え替えをするときとかね、特に根っこもこうね、あまり急にグッグッグッってやっちゃうと根のダメージが苦しい苦しいってなるので、まあ、空気をしっかりとね、循環させて入れてあげるように、まあね、粒の中にしっかり空気が行き当たるように入れてあげます。で、ウォータースペースももちろんですが、まあ、僕は結構ね、こうちょっと、まあ、しっかり支えれるぐらい。で、まあ、ちょっとね、グラグラするけど、まあ、いずれね、根がしっかり張ってこれば、もう、ビクトも動かなくなるので、まあね、まあ少しぐらつくけど、まあね、ちょっと、それよりも、まあね、この中の空気循環とか、蒸れとかをしないようにっていうのがね、やはりこういった、まあ多肉植物とかをするにあたってはすごくね、大事なのかなと思います。またね、これからも、まあこういった植え替えもそうですし、アロエのね、育ってる上でね、なんか僕に、とってね、すごくまあ重要なポイントというか、そういったところもね、これからも皆さんにお伝えできればなと思っております。はい。まだね、このチャンネル、ユリックスプランツスタイルで、ね、チャンネル登録してないよって方はね、ぜひチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。そしてね、このアロエめちゃくちゃかっこいいじゃんと思った方は、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた、お会いしましょう。